皆さんどうもこんにちは、滝沢勝也でございます。そして本日は宝部良二さんがゲストに来てくださって、皆さんこんにちは、宝部良二です。イエーイ、わっしょい、宝部です。イエーイ、わーわー、宝部です。今日はなんとですね、宝部良二さんをゲストにお招きしまして、ピアノレッスンをしてみようかなと思います。先日、ラビさんからですね、こんな相談がありまして、タッキー、タッキー、おい、ちょっとこのピアノ弾き語りしたいんだけど、いい教則本とかないかな、みたいな感じでね。そうなんです。教則本は、ちょっとわかんない、ごめんって返したんですけども、考えてみたら、はい、私が。こんなところに、教則本教則ビート教則ビートいるわ、と思って。いや、そうなんですよ。弾き語りの、なんか、ギターの初心者弾き語りの本とかあるのに、ピアノって大体なんかこう弾き語りってないなって思って、そうですね、探してもなんかあんまりないし、ネットで見てもこれって本当にいいのかなって中身も見えないし、心配だな。そうですね、考えてみたら、そうですね、そのピアノの弾き語り用の本ってあんまないかもしれないですよね。そうですよね。コードブックとかはあるけれどもね、あったところでどうすればいいのか、そうなんですよ、そうなんですよ、あ、どこからスタートしたらいいみたいな感じになるんですよ。てなわけで、今日はですね、宝部さんに弾き語り用の、ピアノレッスンをですね、させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。今日のタイトルといいますか、お題は、はい、何でしたっけ。木蓮の涙、涙、スターダスト、スターダスト、レビュー、レビュー、おさんの、そうですね、モチーフになってみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。1本目の動画でですね、まず A メロの部分を練習してみようかなと思います。はい、A メロのところに登場するコードがもうほぼほぼ全てなんですよ。あとはもうちょっとこう繰り返していくので、この1本目の動画でまず A メロのコードを練習します。はい、で、2本目の動画で、このピアノのリズムですね、リズムとかペダルの使い方とかを一緒に練習して、もっと弾き語りっぽく、グッと本格的にしていこうかなと思いますので、はい、今日はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず右手から練習していきたいんですけれども、皆さんもよかったら一緒に練習してみてくださいませ。画面のズバババババン、上からも見えちゃうぜ、あー、上からも上からも見えちゃうぜ、一緒に練習してみてください。はい、まずじゃあこの G から、まずグーパー、グーパー、練習初心者だからまず G から。そうですね、でも別に弾いたことあるでしょ。いやいや、マジで分かんないです。そうなんですか。こういう、ああ、もうできた。はい、こういう、D ですよね。いや、もうできた、今だ。いや、来た。で、こう、あれ、それ F マイナーかな。あ、こう、あ、F ですね、G、お、いいですね、A、お、やさ、あ、で、合ってる、はい、B、こう、ぐらいです。できましたねメジャーぐらい、メジャーぐらい、メジャーぐらいだったら弾けるって感じですね。まあ、ほぼできてます、大丈夫です。はい、じゃあ、まず G からいきましょうか、G。まず右手のこの親指からソからするんですね。ソラシレ、ん、そうですね、ソラシレ、ちょっと高く弾きますね。あれ、そうです、そうです、それが G のコードです。形で覚えちゃってください。もうこれソラシレで、この指がこういう風にこう寝てしまう と、指の手首がちょっと痛んでしまうので、できるだけこう指を立てて、もう本当にこうね、手首をストーンと落とすような感じで、そうですね、そうです、そうです、そうです。そのソラシレが G です。こうだと思ってた。あ、ちょっとおまけ入ってます。なんかいつ、あ、いつの方がなんかいいじゃん。シャレトンシャー。シャレトンシャー。おー、来ました。ラベさんのこの博多弁が来ました。シャレトンシャー。シャレトンシャー。シャレトンシャー。これがシャレトンシャー G です。で、その次 C に行きたいんですけど、このソラシレでやってるところを、こっちにちょっとずれます。ソは一緒なんですけど、ソ、C、ド、ミ。で、1小節にコードが2つあるときは2回ずつ弾いていくので、そうですね、はい、ちょっとやってみましょうか。この G の形から、シャレトンシャジーから、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、あ、ここ、あ、あれ、そうです、それが C、 そうです、 C 目指せば C、 いいっすね、いいっすね。で、親指は常に G、ソンとですね、ちょっと今ファに来てます。じゃあ、で、親指はそのままで、あー、やすやすやす、今回 G に来て、はい、はい、これで C に来て、ほい、いいっすね、そまたこう G に来て、なるほど、これは、まで行けたんですね。まで行けたんですね。そうですね、いいですね、いいですね。じゃあ、その次はちょっと難しいんですけども、どうしようか、ちょっと遠いんですが、ラ、レ、ファ、シャ、ファ、
ワンシャープ。はい。ちょっとこれ遠いですね。ラレファシャープ。親指の位置を、この目印にできるといいですね。最初ソからスタートして、はい、でまたソの位置で、はい、でその次横に行って、手は横にずれて、ラレファシャープ。はい、そうです、そうです。もう一回ですか。 G から、はい、G から、いいですね、いいですね。ここがちょっと頑張りましょう。頑張るところですね。頑張るところですね。なるほど。そうですね、 D はむずい。 D はむずい。あー、 G はシャルトンシャル、シングラスでも横に連絡で D はむずくて、でその次 E マイナーに行きます。親指が C に、C に行きます、まず、うん、C C、あー、ごめんなさい、C の音ですね。 C、C、そうです。で、C、で、ミ、ソ C、 そうです、そうです。 C でミソ、C でミソ。この指使い、この指使いはさっきのやつじゃないですか。そうなんです。お気づきですか。はい、そうなんです。 C ここじゃないですか。そうなんです、 C の中、そうです、その時と同じなんですよ。横にずれていくんです。そうなんです。なるほど。そうなんです。結構そんなの多いっす。はい、そうなんすね。はい、結構そんな多いっす。あ、ファが、あ、ここだ。そうですね、そうですね。だからこうのバッチリですよ。バッチリですよ、いい感じですよ、いい感じですよ。それです、それです。ちょっと指がこんがらがるわっすね。はい、ぶっちゃけね、右手でほぼ終わった。え、右手ほぼ終わった。ほぼ終わった。今、まあ、ここまで行ったんですけど、はい、それだけ Am7 っていうことが出てきます。これ実はね、 C と一緒なんですよ。え、 C と一緒です。どういうこと。一緒じゃないじゃん。 C と一緒じゃないじゃん。え、ここでね。違うじゃん、だってここで、ね、違うじゃん、だってそんなもん、もういろいろ説明したら、まあ、長くなると、そういうことができるんだ。もう数学と一緒だ。え、ここでね。はい、一緒じゃん、一緒だもん。わかりました、すいません、はい、です。なんでその Am の時は、C の時と一緒で、そのソ、シ、ドミですね。そうです、そうです、それが Am です。だから、あ、ちゃちゃ、あ、ちゃ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 、どうだっけ。でしょ。あ、違う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 、こうか。あ、どうだっけ、こうか。大丈夫です、オシャンティ。の重ねて親指が C に行って、で、あ、あ、やす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 、あ、あ、あ、やす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 、で戻る？そうです、横にずれるんですね。親指がソに行って、やす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 、あれ、こうな、こうからの、はい、そうです、その形です、いいですね、はい、いいですね。で指使いとしては親指、人差し指、中指、小指で鍛えてますね。あ、そうですね、そうですね。そうだ、なんか変な感じしてたんだよね、今。こうですね、薬指が余る感じ。最初の G も一緒ですね、薬指が余る感じで。ん、違う。イエス。こう、おぉ、ありがとうございます。こう、難しいやつ。イエス。で、親指が C に行って、あ、ちょっと行き過ぎた。こっちです。あ、こうか。こうです。で、その次は前に行く。こうです。で、その次またの難しいやつで、こう、そうです。はい、ほぼできたよ。で、次 C で、そうですね、この C、またあれですね、戻るってことか。戻るってこと。そうですね、また C 戻りますね。 C って、これか。そうですね、Am と一緒なんで。え、Cm7 も Am7 ももう同じ。あ、 C メジャー7、 Am7、 C 全部一緒ってこと。なぜだ、これは後で聞こう。いや、今言った方がいい。後にしましょうか。後にしましょう。なぜだ。とりあえず、はい、そうですね、まあ、ちょっと厳密に言うとこの Am7でもないんですけれども、ちょっとまあ名前が違うんですが、まあ、今とりあえず仮にそれをしましょう、はい、そういうことです。で、最後のこの C4D っていうんですけど、これだけちょっと特別で、はい、3和音になります。今こうやって4和音弾いてるんですけども、久しぶりがなくなります。人差し指がなくなる。そう、ドミだけ。あ、人差し指が。すいません、この C4D の時にちょっとこのシノド入れちゃうと音が濁っちゃうので、ちょっとシノドを省きます。はいはい。で、やっていくと、とりあえず1段できたんですが、今ここまで行ったんですけど、2段目ここまで全部一緒なんですよね。
はあ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 、で新しい方としてはこのジーサス4なんで、はい、もう A メロほぼできたっていうそういう流れ。ほうほうで、なおかつ B セクションからも見てみるとコード大して変わんないんで。なるほど。で新しいコードが1箇所だけここに B7 というのが入ってくるんですけど、うん、それだけであとはほぼ変わらない。ほういやーいやーすごいぜっていう感じ。すごいぜ感じになってきます。ではちょっと何回か繰り返して、たー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 で、ダー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 ダどこだっけどこだっけどこだっけ。イエス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 。で続きがまた途中までします。だだだたあ合ってる？ちょっと失礼ました。あここあそのままか。だだだだだだでここかだ。たたたたたで、G サス4の G。 いやさ、そういうことです、そういうことです。なあ、あ、色をつけていただいて。これめっちゃ出てきますね。めっちゃ今使います。その次難しいやつ、うん、後で書いてみました、うん、難しいやつ、うんうんうん、で、Em はこれちょっと仲間外れですね。仲間外れですね。で、また緑が来るとめっちゃ面白い、めっちゃ簡単です。で、むずいやつ、はいはい、むずいやつ。で、次また戻って、ここか。で、ちょっと緑の少しかけてるやつ、かけてるやつ。そうですね。で、ここかできたよ、できたよ、ラメさんできたよ、来たよ、来たよ、ほぼほぼできてるよ、マジっすか。で、さ最後のこの G サス4なんですけど、G の変化系なんですよ、G、うん、覚えてますか、G。G はこうです。そうですね、それでしたね、それでしたね。それの、この親指と小指は一緒なんだけども、こういう感じになります。こう、そうです。こいつらなくなって、ここになるんですね。そういうことです、そういうことです。相当、変化がある。そうだよ。はあ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 。そういうの疑問が残りつつ残ってるんですけど、それ以外は全然大丈夫です。さすがです、すごいっすね。だからまだ始まって10分とかそんなんですよ。すごい、あっという間に、あっという間に。じゃあその次は左手も練習していってみましょう。イエイ。はい、ちなみにこのコードネームからそのどこの音を弾けばいいか分かりますか。例えば G だったらそうとか、あ、いいっすね、いいっすね。で、C だったら、あ、イエス、イエス。あ、じゃあもう終わり、終わりました。 B マイナー、ここでいいの。あ、B マイナーは C です、B です。今どう弾いたんで、
左手と一緒には難しそう。ちょっとこれは大変かも分かんないです、ね、これは大変だ。まずね、ちょっと最初こちらのところからいってみましょうか。はい、動きとしてはね、ソドシミですね。大切です。ソドシミ大切です。で、その次の小節はラから順番に残っていく。C に行っちゃう、なんか C って聞いて、バカ。ややこしい。この辺、英語とイタリア語のややこしい。じゃあそんな感じで右手も合わせていきましょうか。リズムはもう。じゃあここから。気持ち分かる。ずっと言って、最初が順番にね。あ、違う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 。こう、はい、の、こう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 、ちょっと右手がだんだんこう登っていくような感じですよね。で、こっちが、ソからスタートして、ソ、ドシミ。そのまま続けていいですか。こう、こう、あ、こう。ゆっくり行こう。失敗してもええねんで。ですよね。最後でございます。すみません、何の映像を見せられてんだってなってると思うんですけど。そうですかね。あ、し、しの難しいやつに、またしに戻る、もう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 、間違いしようだったんですよね。正解です。険しい4小節。険しい、険しい、左手ついた瞬間に険しいぞ。なんだこのテンパリ声が、うーん、つって、分かってないのに、つって。分かっちゃいないんですよね。じゃあ、まずずれる。すぐずれる。
このプリント全問正解するまで今日は帰れませんみたいな感じで泣きながら机にプッシュいる小学生のような感じですね。わかんないよ。でもまあ手順はわかりますけどね、なんかこのもどかしさをクリアする感じの難しい。なんとなく見えてきました。はい、ありがとうございます。そんな感じでございます。そんな感じでございます。はい、で今そのねあの A メロのねこのとこのコードを弾いたんですけれども、その下の B セクションの方から見ていくと一箇所だけね B7 というコードが入ってくるだけで、もう全部一緒なんですよ。ほう。なんであとはこれをねちょっと頑張って慣れていただければ、はい、ここ弾けるかなという感じです。はい。なんでちょっとまあ引き続きですね。はい。A メロ練習していただきました。幸いです。はい。はい、A メロ弾ければ全部弾けます。やったって。やさあやさあ。とりあえずまあ1本目の動画はじゃあここでお待ちさせていただきました、はい、そうですね、2本目の動画ではこのリズムをつけてペダルをつけてもっと本格的な演奏にしていこうかなと思います。かしこまりました。はい、じゃあそんな感じでとりあえず1本目は大丈夫かな。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、それでは滝沢勝内と宝部良二でした。ありがとうございました。じゃあ2本目を見てね。じゃあね、バッハッハ。バッハッハ。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、ぜひよろしくお願いします。さよなら。さよなら。